ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ4回行きましょう。やっとの思いで取り返した4回のボタン。なんで毎回毎回自分で取り付けようとするの？勝手にはまっていくのに。メインロビー？ルイージ君、お絵かけっこお疲れ様じゃったな。一旦ベースラボに戻ってきてはどうかな。君にちょっと知らせたいことがあるんじゃよ。それじゃあな、待っておるぞい。ここで知らせるんじゃダメなんですか？いいけどさ。文句を言いつつ博士の元へ。あ、これ。これ絶対本物になるやつや。ほら、絶対出てくると思った。やったー、二つ目ゲットー。なるほど、こういうのも絵の中からゲットしたりとかするんやな。え、で、待って。ベースラボの石とか全然書いてくれてないし。全然書いてくれてないし、不親切。あ、ここ、あ、違う。あ、ここあれやん、一番最初のとこ。あ、てか、これ気になっとったんよね。絶対これでいけるやつやけん。よいしょー。やったー、三つ目。これが何なんかはちょっといまいちよくわからんねんけどさ。とりあえずまあゲットしていくよね。あとはもう何もないかな。さあ、向かいますか、ベースラボ。まあ、だってあんなに堂々とね、宝石が洗濯機の中で回りよって、関係ないわけないよね。あ、あったあった。よいしょ。はい、ただいま。おお、やっと戻ってきたかね。年寄りはあまり待たせるもんじゃないぞい。さてさて、このベースラボについてじゃが、ようやく設備が随分整ってきたもんでの。そのことについて、君にぜひともお知らせしてやろうと思ってな。時にルイージ君よ、ホテルの探索も随分と板についてきたかの。君のポケットもそろそろ集めたお金で、ずっしり重たくなって困っておるんじゃないかね。わしはその悩みの解決策を知っておるぞ。全部わしに渡してしまえばよいのじゃ。何それ、お小遣いお母さんが持っとくから、みたいな感じ。それは、もう帰ってこないパターンのやつですね。ということで、乱暴だな。ベースラボになんと、小山博士のショップチャンネルがオープンじゃ。じゃじゃーん。あ、何？そう、買い物をして、まあ、その、小山博士の懐に入っていくっていう感じ。君のためにお役立ちアイテムを取り揃えておるぞい。まあ、お題はそれなりじゃがの。今回はオープン記念ということで、特別に黄金の骨を1本サービスしてやるぞい。体力がゼロになった時にお化けが助けてくれる1本で1回復活可能。ほうほうほう、黄金の骨。ほれ、ルイージ君よ。黄金の骨を選んで買ってみるのじゃ。ただでくれるん、ありがとう。嬉しい。黄金の骨を1本ゲットじゃ。ちなみに黄金の骨は君の体力がなくなっても一度だけ復活できる優れものアイテムじゃ。いくつか持っておくと良いが、これ以上欲しければあとは自分のお金で買うことじゃな。ふっふっ。1000ゴールドもいらん、マジで。だって私4000しかなかったやん。やば。アイテムが他にも取り揃えておるからご利用お待ちしておるぞい。ふっふっ。それ考えたらなんかお金は見かけたらいくらでも取っといて損はないね。そうじゃ、ルイージ君、忘れるところじゃった。実は君にもう一つ用があるのじゃ。ルイージ君よ、ちょっと後ろを向いて君のオバキュームを見せてみてくれんかね。ほう。何？どうした？よし、これで調整完了じゃ。オバキュームに新しい仕組みを一つ追加したぞい。今の間にペタペタ触っただけや。実はの、わしの調査によると、このホテルからテレサが潜んでおる気配を感じるのじゃ。まあ、キングテレサがおるぐらいやけん潜んどるやろうね。そこで、隠れたテレサを探せるように調整してやったぞい。まあ、詳しいことについては後で教えてやるわい。さて、お知らせはこんなところじゃ。それでは、ルイージ君、探索の再開じゃ。ショップチャンネル。テレサま、ちょっと待って、入荷されてないやん。手元のマップにテレサの居場所を映し出すカートリッジ。一つ買えば、一匹分の場所が表示される。これ良くない？手元のマップに宝石の隠し場所を映し出すカートリッジじゃ。一個買えば一個分の場所が表示されるぞい。宝石マークはいいやん。買う。宝石のある場所がマップに追加されたぞい。あ、もう早速、表示されるの？あ、もう、あれなんや。買ったら速攻で使用される。
そういう感じですか。で、どこにあるの？とりあえずもうこの回の宝石は取ったってことか。あと3つなんよね、宝石。揃えてしまいたい。出口は？よし。なに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 、テレサがいる？びっくりした。おっと、ルイージ君、早速出くわしたようじゃな。それはテレサが近くにいることを示すサインなのじゃ。よし、詳しく説明してやるとするぞい。グーイージ君の体はグーという材質でできておる。そのグーはテレサが発する周波数に反応するのじゃ。どこかで隠れておるテレサに近づくとグーは振動するようになるのじゃよ。なんだグーって。テレサの居場所に近いほど振動は強くなるから、それを頼りにテレサを探せるというわけじゃ。仕組みは分かったかの？振動が強いところにテレサがいるということじゃんか。よし、分かったらわしのコレクションのためにテレサをたくさん捕まえてこいよ。よろしくな。テレサもいろんな種類がおるってことかな。どこにいるの？ん？こっち？振動はしてるけど、さっきもこんな音楽やったっけ？なんか振動が強くなってんだか何なんだか全くわかんねえや、私には。ん？振動？わからん。振動がしてるかしてないかっていうのはわかるんやけどさ。強くなりよるかどうなんかも全くわからないや、私には。え、これは？あ、これはめっちゃ強いんじゃない？で、どうやったら発見できるの、テレサ。テレサの発見の仕方はどうなんすかね。これとか。いや、でもいなさそう。全くわからねえ。どうやってテレサを。何今の。あ、出てきた。ほほ、わしはテレチカじゃ。名前がついとる。見つかってしもうた。なんか見つかったね。テレチカやって、テレチカかわいい。どこ行った？なんかアイロン落ちてきたけど。え？おい！ちょ、びっくりする、やめて。あれ？毒消えた。びっくりした。発見したら終わりなんかと一瞬思ってしまったやん。戦うよね、やっぱ。テレチカどこ行った？イエーイ！ちょ、待って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 。全然当たらねえ。でもなんかお金いっぱい出てくる。あの子お金いっぱい出てくる。待って。お。なんかこいつ吸い込めなくね？なんかあれかな？道具とかぶつけんといかんタイプ？違う？あ、ハート出てきたやん。やったー。待って待って待って。これ爆弾、あー！爆発する！おー。爆弾を投げ返せばいいんかな。どこや、テレチカ。で、あ、来た来た来た。これで、痛い！痛い！ちょ、なんかさ、あれじゃない、ストロボ全然効かんくない？この子。ルイージ君、テレサは隠れ魔が得意じゃからの。ダークライトを使って暴き出してやるんじゃ。ほう、ちょっと待って。とりあえず、ブーイージも生み出しとこう、私。ちょっと待って、ダークライト。違う。ダークライトってこれよね。どこにおるん？おらんよ。ん、なんか爆弾があんなところで。爆弾があんなところで。待って待って待って、これで、え、あれをしばらく当て続けとかんといかんとか、そういう感じか。ハートハートハート、ハート大事。一応なんかいろんなところからハートが出てくるけん。あ、なるほど、あれを続けたら混乱するんやね。でもってしたかい。あ、待って、めっちゃ暴走するやん、やば。おおい、はい、来たー。
舌ちぎれそう。お、いけるんじゃねこれ。暴走ルイージ。はい、吸収。オッケー。やったね。ちょ、お金集めよう、お金。お金は大事。ほら、アフラックの CM でも昔言ったやろ。随分と古い話である。はい、お金大事よ。特にね、買い物ができるようになった今、さらに大事さがアップしたから。よいしょよいしょよいしょ。あ、あれ、お札やん。お札と金貨。お札と、なんやっけ、ま、金貨は、多分、お札の方がいいんやろうなとは。なんでこっち来たの？いいやろうなとは思うんやけど、この金塊とお札やったら金塊の方がいいんかな、やっぱり。ひとしきりお金を集めた後4階へ。はい。4階に行ってきまーす。4階はホールフロア。なになに？なんか、おっと、びっくりするやん。そうじゃ、ルイージ君。もしベースラボへすぐに戻りたいと思った時は、転送システムを使うと良いぞい。君のためにシステムをバッチリ整備しておいたから、ありがたく活用するのじゃ。使い方は VB を覗き込んで、ベースラボを選ぶだけじゃ。転送システム経由で、ひとっ飛びで戻れるぞい。ちなみに、用事が済んでベースラボから出るときは、元いた場所に再転送される仕組みになっておるからの。めっちゃいいやん。説明はそんなところじゃ。それじゃあ、ホテルの探索、しっかりやるんだぞ。やったー。何？え？なんかこれ、シンバル？シンバル飛んできたよ。どうした？何？何があったの？おー、何？うるさいな。ああ、なんか、え、ダメージ。ダメージ。なんだい、なんだい。吹き戻し。できんのかーい。え、でもジャンプもできんしさ、どうやったらいいの、これ。進んで。バチ。え？なんなの？誰がいるの？ダメージを受けながら進んでいくしかないんかな。めっちゃ一回転する。とりあえず、あ、お前か。おい。なんだよ、お前。ホテルの従業員みたいな格好をしてお客様になんてことをするんだ。お仕置きやね。イエーイ、やっつけたー。目的地は一体どこなのかしら。あ、これなんか押せるね。押せたからなんなんやろ。ポップコーンが弾けるだけ？おお、待って、君たち待って。え、絶対あるやん。君たち、ですよね。めっちゃお金になるやつやん。ちょい待って。逃したネズミたち、ちょい待て。ふぅ。大変大変。やったね。で、その辺の絵に何かあったりとかはないっぽいね。で、とりあえずここに入っていくか。とかなんか、ポップコーンマシーンめっちゃ動き出したよね。なんか意味あるんかな。あ、てか壊れよるもしかして。あ、壊れた。ん？これは、なにこれ、音符型の宝石。音符型の宝石はまた別で、なんかカウントされるっぽい。これもいっぱい集めんといかんのか。なるほど。頑張ろう。ここはコンサートホールみたいな感じかな。なんか演奏される。あ、キノピオ！ここに来てやっと仲間の絵が見つかったよ。ほら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 。来たね。来たね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、次回はキノピオを助けることができるということか。なるほどね。